名神機構の地を示す、石碑地図名神機構の地は、京都府京都市山科区の京都市立尾の小学校前にある石碑。1958年10月19日、日本初の高速道路である、名神高速道路の寄港式が行われた場所である。原碑は1958年に、中央分離帯に設置されたが、寄港50周年及び立党インターチェンジ山ヶ崎。 インターチェンジ間開通45周年にあたる2008年7月16日に、地域住民や一般の人も見ることができるように、南側の側道沿いに複製の石碑が設置された。碑文には、日本道路公団の初代総裁である、岸道蔵がこの地に加入した旨が記されている。上り線の桂川パーキングエリアにも、この先の山品付近が、 気候地であるる。ことを記した看板が設置されてい名神高速道路は、滋賀県大津市大谷付近から、京都府京都市伏見区付近までは、東海道本線の急線に沿って建設された。当地は1880年から1921年まで、旧山品駅があった場所で、旧東海道線山品駅跡の石踏みも、複製碑の隣に建てられている。 高速道路本線上の石碑付近には日本道路公団時代の巨大な門型の広域情報版があり、内側には日本道路公団時代末期に制定された略称である JH、外側には名神の文字が記されている。ありがとうございます。